僕の本当にあの日本の秋大好きな、このいろんな色とか素晴らしい、あの特別の奈良の、やっぱり大好き私、うん、気をつけてください、滑らない。あ、鳥がいる、鳥がいるんですか。あ、飛んだ。今日6時半からあの演奏する、ここ東大寺の素晴らしいお寺、素敵、大好きよ。スジさん、今日のピアニストのスジさんのいつもあの一緒にコンサートはとても楽しいピアニストです。すごく楽しみです。ありがとう。本当にありがとうございます。こちらこそ、出会いに感謝。Thank you.
まずは、うん、奈良はやっぱりね、普通の町じゃない。グリーン とか、あの、大井とか、あと、地下とか、うん、そうですね。だから、やっぱりハーモニーがあるべ。めちゃくちゃの建物じゃない。あ、素晴らしい。なんか調和が取れてる。例えばこれ、見たら、うん、ハーモニーあるよ。やっぱり魂らこう、体らこう、うん、ブレーンらこうと、うん、なぜハーモニーはとっても大事。なるほど。建物のハーモニープラスメドリー、うん、プラススピリチュアルのお寺の、本当に素晴らしい、人間の奈良の、みんな幸せでしょ。東大寺の大仏様 の目の前の演出するのは本当に光栄です。ありがとう。ありがたいことです。ありがたい、とてもありがたい。人生の中多分の300年の1回かも。じゃあ私500年に1回かな。Thank you.
また学生さんの遠足ですね。遠足も戻ってきましたね。よかったね。鹿さん、あ、やる？鹿さんやりましょうか。ああ、そしたらできるでしょ。できる。構わないから、大丈夫、大丈夫。お腹いっぱい。もういい。もういい。今口にあるからちょっと待てって感じ。大きいし。水が欲しいな。はい、大丈夫。ラッキーね、ラッキー。もういいよね。もう違う鹿に開く。そうそう、あの。これと個別の地下のためにでしょ。そうなの、鹿せんべいっていう。そう、うん、特別。もっとくれよ。え、すごいの？あんまり、出すときないけど。これがね。めっちゃ追いかけてきました。おー、ちょっとちょっと。あ、いいねー。四角。あ、欲しい。欲しいの。欲しいの。ありがとう。マティさんはあのいつも戦争の中で、世界の平和を祈りながら演奏をしているそうです。最後の曲は、その世界の平和を祈ってシンドラーの